県が設置している県観光振興財源検討会議は学識経験者や観光関係の関係者など6人で構成されていて前回の会議では観光施策の財源確保に宿泊税の導入が適しているとして導入を前提に検討する方針を決めていました。きの会議で、県は今後取り組むべき施策として、 観光人材の確保育成やインバウンド推進市町村への支援などを挙げこれらの観光施策を進めるには年間およそ45億円がかかるという試算を示しましたその上で財源を確保するための宿泊税として1人当たり1泊150円の一律定額とする制度の素案を提案しましたこれは 去年の県内の延べ宿泊者数で計算すると42億円の税収を確保できる計算となっていて委員からはおおむね賛同する意見が出ていました素案ではこのほか制度の煩雑化を避けるため修学旅行を含む特定の宿泊客の課税も免除しないことや市町村独自に宿泊税を導入する場合は 県の税に上乗せする方針も盛り込まれていました。この素案を踏まえ、会議は次回にも県への報告書を取りまとめる方針です。